にちは、マダオちゃんです。今日はサブノーティカビローゼロ続きやっていきますよと。前回氷山に上陸して探索して、次の目標は特に決まってなかったんで、まあ、家の周り、拠点の周りを探索しつついろいろ物色していけたらなと思います。では行ってまいります。やば、いるわ。ちょっかい出してみるか。ははは、気づいたな。なんかすごい手、あの見た手、さっきのあの。やばい、やばい、いいよ。見た手、パンパンってして、こちょこちょこちょってした。どこ行った？あ、諦めるの早い。暗っ。なんだあれ、なんかあるぞ。なんかすごい綺麗。え、こた。嘘。すごい顔やな。ロンドンパリ。いたー。え、え、いた。え、何 PDA 取って、これ何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 、これ取れないの、こ、なに？タイトホールフィッシュか。似てる。いた！だから痛いのよ。なんなんさっきからほんまに。なんなん？ほんま。自分。私が黙ってたらいいことに。ここ来たことない。ちょ待って。探索したい。なんだろう。宝箱。ピーコン？あー、チタニウムだ。チタニウムになった。宝箱。栄養ブロック。サブノーティカのカロリーメイト。発煙筒な。いいわ。お前は置いていく、そこに。これは何？こっちに来いって書いてる。え？え？あっち？あっち行けばいいの？よーし。ファブリケーター。ちゃちゃ。わあ！はは！荷物がやばい。圧迫オブ圧迫してますね。これはロッカーを作ろう。防水ロッカー、小型のチタニウムめっちゃ使うけど、あ、とりあえず2個でいっか。防水ロッカー、ポスターとかいらないよね。写真もフレットのひげ剃り、いらん、いらん、いらん。ポスターばっかりだな。テングリンはどうしよっかな。行くか。一応設計図えぐ、35スキャンしまくったからね。今は使わないであろうやつもいっぱいスキャンしたから、これはもうほぼほぼおうち拠点作るとき用のやつ。いや、改造ステーション欲しい、作んなきゃ。これやな。鉱物探知機、銅線、あ、銅がいるんだ。シリコンゴム、チタニウム、オッケーオッケー、チタニウムと、銅線やから、あ、ピン刺してるわ、右上に。鉱石探知機を作りたいと思います。なので、銅線やから、銅な。銅、銅狩り。銅見つけに行く。見つけに行きつつ、周りを探索しながら、ここの主が誰かを魚たちにマウンティングしていく。ワイが来たやでって。ほら。泳いでるときは邪魔なやつ。導線。導線完成。あー、作れる、作れますね。道具これやけど、バッテリー減ってる。バッテリー先使ってほしいわけよ。バッテリー満タンじゃなくても素材には使えるので、このちょっと減ってるバッテリーを使いましょう。
はい。おお。ですね。助かる。前回なかった新装備ですね。これ使っていきましょう。あ、これのバッテリー使ったらよかったー。あーあー、ミス。ミスった。普通にミスった。これを5にしよう。あ、これバッテリー作ったバッテリーそのまま反映されちゃうやつや。あー、意味ないやん。もっと大きなやつ作るときか。じゃあ適当に鉱石探しながら探索してみますか。おー、すごい。金、銀、残骸、銅、キエ、チタニウム。おー、読めないやつ。硫黄、塩。あー、テーブルコーラル、イオンキューブ、ダイヤモンド。え、めちゃめちゃ探せる。どうしようか。とりあえず残骸で行ってみる。あそこも行かなきゃね。パイロットの最終確認地点。え、どうどこ、ここか、これか。おー、すごい。ここ、あ、これ、あー、これスキャンしたやつなんだよな。スキャンしたやつはちょっと除外してほしいけど、まあそんな性能を求めちゃダメだね。この辺か。やべやべえやついる。やべえやつ、かわいいなりした手癖の悪いやつ。こっち来てる。これか、残骸って。シーグライドはいいのよ。シーグライド持ってんすわ。穴んぽこがしれーっとあるからな。これはグラブトラップ持ってたっけ。お、手に入れたぞ。よくわからんやつを。誰が主か教えてやんよ。あ、これアンチなんかあるぞ。なんだ、シーグライドみんなポイ捨てしすぎじゃない。あ、不気味になってきたね。あー、下行けんなこれ。深いな。なんだあいつ、怖っ。何、やべ、そこ酸素アンチやのに。ちょっと酸素立ちさせて。ひー、怖っ。これ何、酸素効率が低下します。シートラック、なんか追われてるよね、追われてるよね、追われてるよね。怖い。どういう、サメなの。やばい、酸素効率が低下するんだよ、 100m 行くと。あー、アンチ。なんか上陸した。これなんだろう。あ、持ってるな、探知機。ここは上陸したことないやん。なんだこれ、発煙筒っていつ使うの。あ、栄養ブロックは助かる。ここはスキャンできない。危険な天候が近づいています。天候は何がどう関係あるの。あ、寒いってこと。もう上も下もダメやん、呼吸できんやん。水深 100m すぐ行くやん。え、ここめちゃめちゃ深い。なんかもう変な音するもん。リヴァイアさん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 さまさまさまさんの音する。何、怖い怖い。お、なんかある、見つけた。お水出して、お水お水。あ、ピーコは持ってる。お水、あ、医療キットだ、大事だけども。あ、お水だ、ありがたい。待って、ちょっと待って。あ、怖い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 。とりあえず酸素取って PDA いっぱい落ちてる、散らばってる。これをはい、取る。もう落ちてない、もう落ちてない。あー、酸素効率が、あー、痛い。え、めっちゃ食らうよ、ちょっと待って。なんか綺麗な魚だ。こいつはスキャンしよう。あ、レイな、レイ系。レイ種はね、穏便な子が多い気がする。あー、怖いけど、この辺ちょっとうろうろしてみますね。なんかありそう、他にも。見過ごしがちやけど。ほら、なんかあったやん。宝箱発見。大容量酸素ボンベ。これはでかい。この収穫はでかいぞ。これはビルダーだ。ビルダーも大事。お家建てれる。あー、
ー水もある。え、なに、窓窓窓、いや早くスキャンして、早くスキャンして、バイオリアクターも作れる。ちょちょちょ、忙しい忙しい。え、これいけんのか、頑張れ頑張れ。バッテリー充電器も作れる。いや作れるのはいいんだけど、ここで死んだら作れないかな。あー、はい、セーフ。一回はね、この酸素の洗礼を受けとかないと。いやー、大容量酸素は嬉しい。作りたいけど、もうちょっと探索していきましょう。何もなければ撤退します。応答してください。もう 200m 近く来ちゃった。これ取って、あー結構いろいろいけんね。バーハープーハー、怖怖いがな。普通にもうあと2回ぐらいいけそうだな。あいつがここのドンか、あのサメ野郎が。さあ梅水晶にして食べてやるよ、サメなんか。梅水晶ってめっちゃ好きなんですよね、居酒屋のメニュー。あれでもうお酒何杯もいける。 200m あっという間に行くな。これ何、これ何、これはこれはシートラック。シートラックはあと1個いるな。あと1個シートラック。何これ、あーやべえやべえ、やつ爆発するやつ、爆発するやつ、危な。やっ、あいつ、あそこにもいる。ちゃんと酸素、あー怖い。酸素あるからいけるわ。やばいやばい、花開いたら飛んでくるのよ魚雷が。これちょっと待って、外出たいんだけど。外出れない感じ。嘘マジで、ほんまに、嘘マジで。やばい、待って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 、嘘。これ拾って。やばい。やばい。奥深くまで来ちゃった。あー、出れるか、出れた。もう怖い。怖いわ。登れるか、この、ドキドキする感じ、久々や。いやー。あ、疲れる。あんなのあったか、これは。新発見。あー怖い、なんか後ろ来てるよね。ちょ待って、危ないがな。これ異星人系のやつじゃないの、こうなんか、もうすぐだ、すぐ呼吸困難になる。あー死ぬー、セーフ。一回酸素ボンベ作りに戻るか。これ作りに一度帰ります、拠点に。よっ、ただいま。ウルテラ社員エマニュエル、エマニュエル、男だった、エマニュエルって。エマニュエル夫人かと思ってたけど。オメガ研究所機密、ここ行きたい、オメガ研究所。あ、オメガってこれか。あー形でね、オメガ、デルタ、これ何、シ、ファイ、コッパ。ちょっとわからん。何の音、あ、雷か。はい、これで大容量酸素ボンベいただきます。はい、いただきました。お、100秒以上になってるぞ、潜れる時間が。いっぱいいる、水がいっぱいいる。水はいっぱいいるからね。よし、水は整った。ビルダー、ビルダー、
ビルダーでお家を作りたいから。あ、作れないか、配線キット。あ、無理か、コンピューターチップなら作れるかも。とビルダー用の素材のあれがいるんだ。銅と銀探していきましょう。あ、登れる登れる。あー、けど危険な天候が近づいてるらしい。で、なんだこれは、なんですか、なんとかペインか。シートラック見つけた。これで3つ揃った、作れる。さあ、シーモスちゃんみたいな感じか。これについてこいってこと。あー、なんかあるやっぱりね、なんかあると思った。やばい、来るのか。いやー、怖っ。最後までご視聴ありがとうございます。もしこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくね。じゃあね、バイバーイ。